これはあれですよね、桃鉄ですよね。それと岡山市のコラボが、はい、来ました。そんな顔だったっけ。素晴らしい、たっくん素晴らしいよ。次に行くと、はい、ジュース買おう。はい、ということで2カ所目、謎解き2カ所目は、はい、秘密神社にやってまいりました。ここではデビルを追い払うということで、謎解き引き続き頑張っていきましょう、はい、じゃあまた1から4まで回っていくと。わかりました。現在地は今どこら辺ですか。このあ、ほんまにここ、ま、お、来た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 、オッケー。じゃあやっていきましょう、はい、じゃあ読んでください、たっくん。はい、じゃあ謎1、馬、鳥、木の上にある文字のカードを消し、残ったカードで漢字を一つ作れ。馬、鳥、木、あ、ありましたね。シャバを乗り入れること、魚、鳥を取ること、竹木を、取ること。順番に消していく。馬の上にあるのは車ですね。車、車消す。で、鳥の上にあるのは魚かな、魚ですね。で、木の上にあるのは竹ですね。じゃあこの3つを使って漢字なんで、できました。俺分かったよ、すげえ。はい、はい、じゃあ謎2、じゃあどんどん行こう。よし、行きますか。神社って階段が多いからね。おっ、ちょっと、うわ、なんかすごい結構あるね。まだ上？いや、これ上で合ってるんですかね。上ですか？上で。はい、じゃあついたんで謎に、5つのおみくじを引け。お、5つのおみくじを。謎を解くために実際のおみくじを引く必要はありません。ここに書いてる文字をけあれじゃない？丸していけばいいんじゃない？とりあえず線を引いていく。喜びみくじめっちゃ可愛いな。なんかすごいことなんですけど、もう赤ん坊が飛び跳ねてるから、桃太郎がもう地上に浮いてますから、ね、開いた瞬間、うん、あ、それそのリアクションになるわ。できた？いや、できてないです。そう、消していけばいいんだよ。そのえ、ちょっと見ていいですか。まず英語を消すでしょ、イニティエを消すでしょ、あとは何？喜び、喜び、オッケー。はい、じゃあまた参拝だけしましょうか。せーの、オッケー、はい、行こう。こちらちょっとランペのことか、マジのお願い事、引っ越せますように。ツアー無事完走できる間違いないです。僕は今年の仕事が来年以降につながっていくことを願う。また願う、ますようにではない、ますようにじゃなくて願う、願ってる。祈願トンネルをね、せっかくなんで、あ、いい匂いする、いいな。おお、ここにかけた方がいいですね。うん、オッケー、はい、オッケー。謎さん、ほんまにこの一番奥ですね。指示に従って移動して謎を解けなんですけど、はい、2匹の狛犬って言うんですか、狛犬ですね。狛犬の間を通り、うん、廊下に出たら左へと曲がる、うん、廊下の左手を見ながら進み、うん、最初に曲がれる道を左に曲がり、うん、階段を降りて道なりに右に進む、うん、正面に突き当たる小屋の左の道を入り進む、うん、そこから見える真っ赤な物体の番号をつなぐ、うん、お、とりあえず行かんと分からんな、行かないとって感じですね。小道を曲がれるけど違う？あ、ここかも。こんにちは。最初に曲がれる道を左に曲がる。あ、ここや。階段を降りて道なりに右に進む。あ、すげえ。すげえ。で、正面に突き当たる小屋の左の道に入る。これか、小屋。小屋の左に。
正面につけておくの左の道を入る、そこから見える真っ赤な物体、そこから見える真っ赤な物体、あったね、あれかなあれですね、真っ赤な物体の番号をつなげ、番号、OK、番号が書いてあるわけではなさそう、ポスト番号あるよ、614013、614103、2と5の間、2と5の間にあるのは、ああこういうことね、めっちゃ遠回り仕掛けてる、はい、なんかすごい巻き寿司みたいな、オカマ伝っていうコントなので、秘密っ子の御事に浦が首をはねられるんですけど、そのはねられた首がこの釜の下に埋められてるって噂にされていて、もともと浦は鬼として秘密っ子の御事に退治されるんですけど、実は浦はここの記事に製鉄技術とかあらゆる文化をもたらしてくれた人っていうことで、このいろんな秘密っ子神社と裏神社に祀られていたり、ここだとその釜の鳴る音で吉凶を占う鳴釜神事っていう神事を体験することができるんですよ。で、跳ねられた裏はここの吉備の地に埋められて、でここで占いをすることで吉備の国の未来を占ってくれているっていうことで、この鳴釜神事自体は誰どなたでも体験することができるんです。祈祷していただいて、この鳴釜神事に来て、その釜の音を聞いて、その音の強弱とかどう聞こえるかっていうのを自分で判断して、願い事が叶ったとか、位置が強かっていうのを自分自身で判断するっていう、全国でも珍しい神事をここで体験することができる。へー、すごっ、あ、すげえ、かわいい橋、はい、おお、謎4、賽銭箱の前に立ち、消えた線を見よう、計算した結果を答え、賽銭箱の前、ここね、あれになるんじゃない、計算式みたいな、例えばこれ1、うん、1、もうこれ簡単だったな、ここまで行っていいんですか、ここで一旦終わり、はい、はい、よし、じゃあラスト古墳ね、わ、造山古墳、造山古墳ラスト、はい、ということで、今日はラスト謎解きの場所はここ造山古墳に、来ました、はい、で先ほど、蘇生会の方と挨拶して、日本で4番目にでかい古墳がここ吉備にあるらしくて、それをね、僕らもちょっと広めて勉強したいということで、来させていただきたい、いただいたんですが、あともうちょいで裏の鬼ヶ島パークを買い取れそうなんで、ちょっと謎解き頑張っていきたいなと思います、はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう、邪魔します、じゃあ謎1、ビジターセンターから出発して見学コースを通り、またビジターセンターに戻る道をたどる、あ、なるほど、あ、ここに地図が、全く同じ地図がありますね、じゃあ最初まっすぐ行って、下行きの右行きの第二まで行ったら下行きの左行きの左、そう、こっちやね、こう、こう帰ってくる、こっちに帰ってくる、うん、こういうことやな、これ読もうじゃん、すまくーとの色、すまくーとって何、この部分が違うのか、きちんとこれ通りにできてるかどうかなんですけど、あー、先に文字通ってるからダメなんだ、この文字は通らない、あ、スクート、スタタイはこれ、あ、スタート線引いて分かんなくないす、じゃあ次謎2、謎2、外、ビジターセンターの外行きましょう、謎2、直
古文入り摂政復刻オブジェと見比べて、うん、違っている部分の文字を読め、間違いは3箇所見比べて違っている部分の文字を読め、あ、そういうことか。これブロックで分かれてるってこと、これってことやな、うん、文字が、あ、で違う部分の文字を読んでいくってことか。これは合っている、はい、これは合っていない、合っていない、ふう、はい、じゃあ、はい、じゃあ順調に来てます。次、謎3、はい、じゃあ行きましょう。俺の襟足みたいな芝生。皆さん、指示に従って移動して謎を解け。来た、はい、鳥居を抜け進んでいき、左手に鐘がある、うん、神社の前に着いたら矢印のように移動しよう。たどり着いた場所で屋根を見よ、そこにあるものから阿弥陀くじをたどろう。こっから屋根を見た時に、おお、すごい、いた、鬼さん、犬の島、え、犬の島、阿弥陀くじできなかったこの野郎犬の下だから、うん、ラスト来たよ、いよいよ謎4、これはぐるっといくということですね。はい、いきましょう。こっちですか、こっちですか。おお、浦社長に勝った。わしの負けじゃ。実はわしがモーテルランド鬼ヶ島パークに改築したのには理由がある。異形をなくしてしまった鬼や貧乏神の居場所を作ってやりたかったんじゃ。おお、やっぱいいやつだ、ね、いいやつ。わしは以前勝負に負けてボロボロになっていた時、貧乏神が特製霊カードを買ってくれたおかげで立ち直ることができたんじゃ。鬼や貧乏神は嫌われることも多いが決して悪者ではない。彼らによって救われることもあるんじゃ。浦社長の話を聞いた桃太郎社長は、鬼たちも嫌われることなく楽しく暮らせる世界を作り合い、一緒に手を取り合い協力していくことを決めたのだった。豆鬼コースクリア。いやすごいね、結構作り込まれすぎ、カロリーえぐいよこれ。だってでも豆鬼コースでしたっけ。そう、これ豆鬼やから。もう一個ありましたもんね。確かに、エンマコースキングボンビーと戦えるんだ、エンマコースは。めっちゃ歩きましたね。何回分だっけ、現在16回分16回分登ったことになってます、ね、たっくんのアップルウォッチはビル何回登ったかで歩数を測れるんです。正解した方には、はい、桃太郎観光センターでオリジナルステッカーをプレゼントしています。いや嬉しい。今回はあの私が持ってきましたので、はい、こちらをプレゼントしたいと思います、はいはい、ありがとうございます。うわ、めっちゃ可愛いやん。すごい、や、すごいすごいすごい、鬼ヶ島。もう本当にこれをやんないともらえないステッカー。うわー、すごい。普通に桃鉄ファンからしても嬉しい、ね、大ブレアですね、はい、もう一つはこれがちょっとシークレット。うわっ、オーマイガー。これは出していいのかどうなのか。でも一回光ってるのだけすごい、すげえ。このバージョンがある。1つのコースにつき1枚プレゼントな。なるほど。2つクリアした方には2枚お渡ししています。あ、なるほどね、はい、これがもらえるってこと、はい、1個ずつでもらえるってことです、はい、ちなみに3種類あって、え、1種類はこちらです。あ、かわいい、はい、かわいい、かわいい。いや、嬉しい。これももらえてね、謎解きもできて、ぜひ皆さん行ってみてください。あとご紹介なんですが、はい、2020年の10月からオンラインでも謎解きを桃太郎伝説とコラボをしています。これはあの2人で協力プレイをしてもらうものになっているので、うん、お家でぜひ楽しんでください。参加無料、はい、無料でできる、はい、またアクセスしてみてください。はい、ありがとうございます。まあ、なかなか、ね、来れない人もいるからね。そうですね、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、最後にあの今回謎解きに参加してくださったお二人に岡山市から
やったー、ありがとうございます。まず1つ目が、岡山市オリジナルトートバッグ。かわいい。We love 岡山。はい、ありがとうございます。デザインもかわいいね、めちゃくちゃ。次が、岡山城センス。おー、こちらに岡山城が。ああ、なるほど。出ます。これから暑くなるので。そうですね、確かに。ありがとうございます。ちょうどいいですね。で、3つ目がフリクションボールペンです。うん、一番使える。嬉しい、嬉しい。一番使えるよ、これ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいの。岡山市から。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。高いぜ。桃太郎の町岡山、大切に使わせていただきます。ありがとうございます、はい。本日は一日ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、超満喫しちゃいました。いや、謎解きは絶対やった方がいい。あの、ほんまに。そうですね、うん、歩きながら知れるし、そうそうそう、遊べるし。そうそうそう、勉強もできて謎解きもできるんで、ぜひ皆さんやってほしいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでたっくん、謎解き無事終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、壮絶でしたね。久々こんなになんか頭動かしました、ね、確かに。またなんかいつもと違う頭の動かし方っていうか、うん、でもちゃんとこう動きながらこういろいろやりながらだったんで、ね、いやでもめっちゃ楽しかったです。あ、本当。いや、いや、でもなかなかでも地元民でもすることないんじゃないですか。いや、ない、初めてやし。ですよね。だから地元の岡山の方もやっぱりね、そう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 、初めてして楽しんでもらえるっていうのがあるんで。そうだね、多分知らない人もいっぱいいるんじゃない。いや、でもやっぱ古墳あるのすらもやっぱりそんなにこう深くはインスピレーション受けてなかったから。でも今来ると改めて古墳の凄さも分かってるじゃん、うんうん、他にもこのクイズ以外にもいろいろありました。そう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 、そういうきっかけにもなるんで。だから気になった人は行ってほしいなと思いますし、というわけで、本日はたっくんと、謎解きしてみたでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、はいはい。あ、え、すごい、喧嘩してる。うわ、気持ち悪い。まだ気持ち悪いな。喧嘩なのか、これは。喧嘩か。何虫や、これは。カミキリムシ。カミキリムシか。